今年は戦後70年の節目の年です。天皇皇后両陛下の慰霊の旅として訪問が検討されているパラオで、日本政府による遺骨収集に初めて密着取材しました。先の戦争では300万を超す多くの人が亡くなりました。常により良い日本を作る努力を続けることが残された私どもに課された義務であり、後に来る時代への責任であると思います。誕生日に際して戦争と平和への考えを改めて述べられた天皇陛下。戦後70年の今年、両陛下による慰霊の旅が検討されている。日本から3000キロ離れたパラオ、多くの島々からなるこの国は、美しい海でのダイビングを目的に世界各地から毎年10万人以上の観光客が訪れる。この島では日本の援助で送られたスクールバスが使われていて、子どもたちの大切な足となっています。またこの小学校の入り口にありますこちらの門柱も、日本の統治時代に作られたものなんですが、現在もその役割を果たしています。パラオはかつて日本の委任統治下にあった。美しいこの島は70年前戦場だった。第二次大戦で特に激しい戦闘が行われたペリリュー島。日米の多くの若者が亡くなった。入れ。今回で24回目の遺骨収集。亡くなった日本兵の半分しか見つかっていない。多分崩落してるんだと思うよね。だから本当はもうちょっと隙間があると思うよ。アメリカ軍の圧倒的な戦力を前に、日本兵はこの山をさまよい、飢えや病気で死んでいった。今回は8人の遺骨が回収された。バナナの葉とともにダビに付された。70年も経って本当に申し訳ない、そういう気がします。70年経っても戦争は南の島に残る。85歳のパラオ人の女性は、日本の若者たちに向けて曲を作り歌い続けている。遠い故郷からはるばるとお墓を参りにありがとう。僕ら緑の島暮らし、涙を抑えてさようなら。